セーラー服と機関銃は赤川次郎の同名小説の映画化作品。1981年12月19日、全国東映系で公開された。角川映画の代表作の一つで、主演の薬師丸ひろ子の人気を決定づけた。制作費1億5000万円。燃える勇者との閉鋭で23億円の 配給収入は1982年の邦画で1位となった。工業収入は47億円。主題歌も大ヒットした工業的成功作である一方、アートフィルムとも言える異色の映画でもある。嵐の夜、メダカ組組長の臨重に4人の子分が集まる。だが子分は医者と間違えて獣医を連れてくる始末。組長は自分の後目に老いを指名する。 明るく気丈な女子高生、星泉は、突然亡くなった父親を一人で、ダビニフス泉が遺骨を持って、自宅マンションに戻ると、真由美という女が待っていた。真由美は万が一何かあった時は、泉と暮らすようにと書いた泉の父親の手紙を持っていた。泉の高校の校門前に、黒服の男たちが集まり、学校は騒然。泉は車に乗せられ、 メダカ組の事務所に連れて行かれる。メダカ組は先代の遺言により、泉の父親が指名されたが、交通事故で亡くなっていたため、娘の泉が四代目になるという。子分は、佐久間誠、生彦名の四人だけで学校に来た男たちは頭数を揃えるため雇ったものだった。泉は拒否するが、子分たちは組を解散して敵対する組に殴り込みをかけて死ぬという。 泉は殴り込みを止めるため、組長になると宣言する。泉は、古文の佐久間と一緒に、松野木組組長、関根と上の組織である、浜口物産社長、浜口に挨拶に行く。だが、目高組事務所に突然機関銃が打ち込まれる。事件をきっかけに、組長になったことが、学校に露見し、泉は強制退学になる。泉に、刑事の黒木が接触し、 マユミに説盗売春の前科があることを泉に告げて去る。泉のマンションが何者かに荒らされる。黒木は麻薬を探したのではないかという。泉はうさ晴らしに、バイクに乗りたいと彦に命じる。彦は暴走族のバイクを奪い、泉を乗せて夜の街を走る。翌朝、事務所入り口に彦の死体が置かれる。佐久間は麻薬取引に関わる。 太っちょこと三大寺一が、泉の父親の麻薬を狙って、マンションを荒らし、飛行拷問にかけたのではないかという。その夜、泉は姿を消した真由美からバーに呼び出される。真由美は十代の頃から薬物に溺れ、大学の薬学部時代にヘロインを盗んで落ちぶれた、身の上話を語る。真由美は、太っちょの一人娘だった。名は泉を訪ねてきた黒木ともみ合いになり、 怪我をして、泉に手当てしてもらう。霊は、お袋の匂いがすると泉に抱きつく。そこへやってきた荻原は霊は、拳銃で殺し、泉を、太っちょの元に連れて行く。佐久間は真由美に、太っちょの元に案内してくれと懇願太っちょは泉を、地雷の上に立たせて脅しつける。そこへ、由美が駆けつけ、泉を救助する。泉は、ドレス姿で眉美。 太っちょとテーブルを囲む。真由美はヘロインを水に溶かしローションの瓶に詰めて、マンションに隠したと明かす。太っちょと手を組んでいた黒木が真相を明かす。空港でヘロインを受け取った黒木は捜査官に疑われ、泉の父親のカバンにヘロインを入れたが、父親は、不審な包みを真由美に渡し、車に跳ねられたのだった。マンション嵐も、彦殺しもヘロインを探す黒木の犯行だった。 佐久間が泉を取り返しに来る。二人は太っちょに追い詰められるが、眉美が太っちょを射殺し、三大寺組解散を宣言する。黒木は泉のマンションで松の木組にヘロインを奪われ殺される。立腹した泉は佐久間と生を連れて浜口物産に殴り込みをかける。浜口は泉を丸め込もうとするが、泉はヘロインを要求。 機関銃で机の上のヘロインの瓶を吹き飛ばし、思わず、快感とつぶやく。銃撃戦で、生は撃たれて死ぬ。佐久間は、目高組を解散し、仇になると約束して、泉と別れる。数ヶ月後、復学した泉は警察に駆けつけ、佐久間の遺体と対面する。佐久間は、北海道の建設会社に転職していたが、東京出張中に、 ヤクザの喧嘩の仲裁に入って、ドスで刺殺されたという。泉は佐久間にキスした後、橋の上から佐久間の名刺を破り捨てる。泉はセーラー服に、真っ赤なハイヒールで雑踏を歩く。出会った子供たちと銃を撃つ真似をして、地下の風にスカートを膨らませる。生まれて初めての口づけを中年のおじんにあげてしまいました。私、愚かな女になりそうです。 セーラー服と機関銃の映画化は、飛んだカップルをやる前に、蒼米新次監督自らが出した企画。キティフィルムの伊地知恵プロデューサーに女優が見つかれば、実現可能だと言ってきた。キティフィルムの多賀秀則社長は、伊地知恵さんが、薬師丸さんの、飛んだカップルの次回作にと、セーラー服と機関銃を僕のところへ持ってきた。原作は、主婦と生活者から出ていて、 他社の作品を映画化するのに、薬師丸さんを出すのを渋っていた、角川さんを原作者の赤川二郎さんは、絶対に当たる作家になるからと、文庫版を角川から出すということで説得しました。全部の経緯を作ったのは、伊地地さんです。間違いなく、伊地地さんなくしては、セーラー服と、機関銃という映画は存在しなかったでしょう、と、証言している。とんだ、カップルが出来上がった頃、 伊術は自分の娘から当時まだ無名だった赤川二郎の小説セーラー服と機関銃が面白いと教えられその本に書いてあった赤川の住所が同じ団地だったこともありそのまま赤川宅に映画化の相談に訪れすぐに脚本作成に入ったところが相馬井監督は自らが出した企画にもかかわらずリアリティがなく映画化しづらい話だとも話している 主役の星泉役に薬師丸広子を使うため、薬師丸の所属する角川春樹事務所に出演交渉を行うが、事務所は薬師丸の他社映画への出演を拒絶した。そこで、伊地知は相馬伊監督を使って事務所を経由せずに直接薬師丸に脚本を渡し読ませた。脚本を非常に気に入った薬師丸が角川春樹を説得。 予想外に早く OK の返事が来て、キティフィルムと角川春樹事務所が提携して映画を制作することになった。問題は提携の具体的な紙だったが、本音では角川とは組みたくなく、特に制作だけは絶対に譲りたくなかった。伊地知の思惑通り、制作は完全にキティ、宣伝は角川が担当するという分担になった。 角川側は金を半分出しているだけで、映画の制作過程や出来上がった作品について文句をつけることはなかった。伊地知が映画化交渉のために赤川拓を初訪問した際、カタカナを含む映画タイトルを配給会社が嫌うため、タイトルをセーラー服と機関銃から変更するかもしれないと赤川に断りを入れている。原作のセーラー服と 機関銃の半券を主婦と生活者が持っていたため、門川書店の薬師丸を他社原作の映画に出演させるのかという問題があったが、1981年10月に門川文庫化することで解決した。しかし、映画には門川書店と並んで主婦と生活者もクレジットされている。文庫化されたセーラー服と機関銃は約2ヶ月で100万部を突破した。 赤川二郎にとって初めてのミリオンセーラーになった。赤川二郎の原作の中で主人公の星泉は小柄で金星の取れた体、愛くるしい顔立ちではあるが、新一文字に結んだ唇と意志の強い光を伴う大きな目が可愛いと言われることを拒否していると形容されている。赤川がセーラー服と機関銃を執筆直後にも、 薬師丸主演で映像化の話は存在したが、中学3年の薬師丸と高校生の星泉では大きく異なるため計画は中心になっていた。赤川も薬師丸で映画化されると良いと思っていたが、それが原作発表から3年後に現実のものとなった。1981年時点では薬師丸を想定して小説を書いたと言われても仕方ないと発言し、 2013年の記事では薬師丸を想定してセーラー服と機関銃を執筆したと断言している。衣装の制服は本物の制服。何回も衣装合わせをしたが監督の気に入ったものがない状態の時薬師丸が学校帰りに自分の学校のセーラー服を着たまま撮影所に行くとその姿を見た監督がそれを気に入り採用となった。撮影用として 経費で学校の制服を丸々一着、新調してもらえることとなった薬師丸は、当時、学校に来ていける制服が増えて嬉しいと、素直に思ったという。映画公開後も、薬師丸は、そのセーラー服姿で山の手線を使って、通学していた。クライマックスシーンで、薬師丸が撃った銃は、M3 グリースガンである。当作の撮影にあたっては、 1977年までハドソン産業で製造されていた南光半プレス製のモデルガンを改造したものと MGC 製のモデルガンを改造したもの2種類が使われた。どちらも電気発火式のプロップガンで発射時にソラー薬莢は排出されず発泡炎だけが再現される構造となっていた。前者のハドソン改造品は中盤で佐久間が奪って使用するシーンで用いられ、 後者の MGC 改造品はクライマックスシーンで用いられている。どちらのプロップガンも本編の他ポスターや宣伝用スチル写真でも使われており、MGC 改造のものは発火装置を仕込んだ関係上実物と比べフレームが延長されており、重心部の根本と断層の間が長いことで区別できる。当初、東方の正月映画、 第2弾1月15日公開の予定だったが、角川春樹が配給を東方から東映に変更し、東映の正月映画となった。東方の正月映画旗の金トリオのグッドラックラブ。薬師丸の前作は、東方配給の狙われた学園だったが、平映のブルージーンズメモリー、ブルージーンズメモリーのみ一本立て工業を行ったり、当初、東方の宣伝費が、 ブルージーンズメモリーに8割、狙われた学園に2割という不平等な扱いだったため、立腹した門川春樹事務所が自作のセーラー服と機関銃の配給を東方から東映に変更した。岡田茂東映社長が松岡沙尾東方社長に人気を通した上で配給を引き受けた。日韓スポーツの愛原人志によれば東方は ブルージーンズメモリーと狙われた学園の日本盾のヒットに気をよくして、正月映画モタノキンやクシマルの組み合わせを企画していた。立地に優れた映画館を有する東方配給、かつ人気のジャニーズ映画の兵営という恵まれた条件を蹴ったことについて、大方の映画関係者は無謀だと思っていた。脚本家の田中洋蔵は、難解な映画、ごい寝るワイゼン。 影老座の後だったので、楽しんでやれた仕事だと答えている。一人の少女が世の中に一歩踏み出す一ヶ月間の話であり、世にも不思議な青春喜劇をシリアスドラマの手法で描き、少女とヤクザの異なる世界観のズレから生じる笑いを狙った。1981年夏、当時東京都立野州高等学校2年生だった主演の薬師丸の夏季休暇に合わせ、 東京、新宿周辺でのロケを主体に撮影された。撮影開始に際し、相馬イ監督は薬師丸をショートカットの髪型にさせている。薬師丸の初登場シーンは、ロングショットでブリッジをしていて、夜と顔がセーラー服のリボンで隠れているという、アイドル映画としては異例なものだったが、角川サイドは何も文句を言わなかった。泉の学校に、 佐久間たちが迎えに来る校門にヤクザがずらりと並び、佐久間が校舎から出てきた泉を迎えて車に乗せるシーンは行政学園の学園正門を使って撮影された。黒沢聖介監督は星泉が自宅マンション内で初対面の三大寺真由美とチェスをするシーンの寄付まで考え用意していたのに、キャメラがマンションの窓の外10メートルにあったため、 ケース版すら全く映らなかった。新宿通りを暴走するシーンは、本物の暴走族が参加しての一発通り、周辺住民から騒音の苦情が出たため、スタッフ2名が警察の事情聴取を受ける。体操時の地蔵菩薩座像から離れると、レールに乗せたキャメラで追い、次はキャメラごとリアカーに乗り換え、大通り、新宿通り、では、 軽トラックの荷台に乗り継ぎ、ワンシーンワンカットを完成させた。宣言誠さんキャメラマンも村川徹監督の遊戯シリーズがワンカットが多く自分も好きだったのでワンカットで行きましょうと自分から監督に提案することもあった。浜口物産の高層ビルのエレベーター内で星船組長が佐久間と星の関係を怪しみ、オタクひょっとして、え、クルージング と尋ねているが、クルージングは1981年に日本公開された芸を扱ったアメリカ映画。浜口物産に殴り込みをかけた時に、浜口社長がホームシアターで見ていたのは、美空ひばりとエリチエミ主演の時代劇ミュージカル映画、ひばり、チエミのヤジ北道中。当初は東方のミュージカル映画、アー爆弾を流したかったが、東方が 東映の映画には貸せないと断られたため、東映の、ひばり、ちえみのやじきた道中になった。別説として、二代目快楽亭ブラックは、ホームシアターで見ていたのは、市川歌右衛門主演の、浪人八景か、浪人史上朝焼け天狗ではないかと推測している。映画評論家の柿道博もキネマ旬報史上の、座談会で、市川歌右衛門が映ってましたね。と発言している。 ひばり、ちえみのやじきた道中には、市川歌右衛門は出演していない。結論を得るため、快楽亭ブラックが、直接、蒼米新次監督に確認したが、監督も映画の題名を知らなかった。薬師丸が、機関銃を撃つシーンで破裂して飛び散った、ダンヒルの瓶の破片が、薬師丸の鼻のすぐ脇に当たり、出血を伴う軽傷を負った。 薬師丸本人は、この負傷に気づかなかったが、すぐ脇に立っていた。渡瀬常彦は気づき、薬師丸をかばうようなそぶりを見せている。傷は、長さ1センチメートル弱で浅かったが、対応した医師は、証拠は残ると宣告する。翌日、伊地地は預かっている薬師丸を負傷させてしまった。お詫びに、角川に出向くが、何の文句も言われないので、表紙抜けした。 映画撮影終了後に撮影された主題歌のレコードジャケット写真ではメイクによってこの出血が再現されている。渡瀬恒彦ら共演者が薬師丸の流血を心配している中、総米監督はカットをかけずに撮影を続行した。宣言誠さんキャメラマンは薬師丸のことは心配だったが、すごい映像が撮れたことに映画屋らしい喜びを感じてもいた。 黒沢聖介監督は、薬師丸が弾薬を仕掛けた瓶の破片を被らない安全ラインを踏み越えたことに気づいていたので撮影を一旦止める必要があったが、OK テイクになりそうだったのであえて止めなかった。止めるべきだったと2011年のトークショーで語っている。1981年9月15日午後5時、近くの夕刻、歩行者天国が終了するギリギリの時間。 極端に短い髪型の薬師丸がセーラー服に赤い口紅、赤いハイヒールという奇妙な格好で混雑する歩行者天国の中をブラブラ歩き、7年目の浮気のマリリンモンドー風に地下鉄通風口からの風で、スカートをひらめかせるまでの2分30秒の長回しシーンは東京伊勢丹新宿店の前で撮影が行われた。 薬師丸はあまりの羞恥心で役に集中できず、相馬井新次監督の OK がなかなか出なかった。薬師丸の演技は数百メートル離れた新宿東映会館屋上から500ミリメートルの望遠レンズを用いて隠し撮りされている。二人の子供のエキストラを使っている以外は、たまたま歩行者天国に合わせた一般の人々が薬師丸を取り巻くというディラ撮影は、 映画のラストシュートであることも、相まって、役の星泉と演者の薬師丸がオーバーラップするような非常にドキュメント性のあるラストショットとなっている。一般の人々が自由に動く中、黒沢聖介監督が仕込みの二人の子供を誘導するために、三人目のエキストラとして参加している。黒沢女監督は、ラストカットで映画に映り込んでもいる。映画研究者の長戸陽平は、 ラストショットの奇妙さについて物語に関係がなく必然性が欠如していることや無意味に長いのテイクや突如流れる主題歌よりもこのショットが成立してしまうことをトップに挙げている。長とのチェックによれば200人以上の一般人が映り込んでいるがそのうちアクシマルに気づいたのは女性2人組のうちの1人それが3組のみ仮に 連れの友達に話したとしても、最大で6人。社会現象となった本作品の公開前ではあるが、薬師丸はすでにポスト山口桃江候補などと騒がれたり、大量のテレビ CM も流れていて、十分に有名なタレントだった。ファン層の中心が10代の少年、少女だったとしても、新宿東口を歩く大人たちが気づかないはずはない。 しかし、実際に気づかれていないのは、薬師丸の芸能人オーラのなさ、尋常ではない大衆への埋没具合だと長とは、解説している。榎ノキド工事監督によれば、相枚監督は、隠し撮りもパパッと撮るのではなく、1日かけ何回も、同じシーンの撮影を繰り返すので、人々も飽きて、興味を示さなくなり、それからが本番。あのスカートがまくれるところも、 5、6時間撮影しているので、子供たちを飽きさせないようにするのが大変だったと、語っている。撮影は、台風や薬師丸の怪我のトラブルがあったので8、9日ぐらいの、超過、予算も1000万円以内超過の1億8000万円と、維持値は実に穏やかだったと記憶している。映画に関して何も注文をつけなかった、角川春樹が、聞きレコードが用意していた、木杉隆の主題歌に、 この主題歌は、俺が聞いた中で最低だよ、とクレームをつけた。また、相馬井慎二監督は、キティフィルムとキティレコードの社長、多賀秀則に、ラストシーンを考えると、主題歌は、女性の方がいいと主役の薬師丸に歌わせると、言い出した。相馬井監督や江野木戸浩二助監督は薬師丸に、同曲を歌わせ、カセットテープに録音した。この歌の出来が良かったので、角川には、 内緒で主題歌を薬師丸に変更し、引きレコードからリリースすることになった。薬師丸が歌うことで、角川は曲に対して何も文句を言えなくなった。薬師丸や引き側が音楽制作に盛り上がっているなら、歌手デビューも良いんじゃないのと角川は許可した。映画セーラー服と機関銃の宣伝を担当した遠藤茂之によれば、 映画ファン限定のスターだった薬師丸が主題歌を歌うことで同世代のアイドルにもなった。大林信彦によれば、1981年夏の狙われた学園のキャンペーン中から薬師丸の人気が急速に上がり、本作で人気が爆発した。1981年10月発売の雑誌、バラエティには、東映洋画部宣伝室が本作の宣伝のために2種類の募集を行う。 胸の記事が掲載されている。広く全国から制服の似合う子を募集するミスセーラーブックと薬師丸広子応援歌の歌詞の募集。特に校舎の応援歌は薬師丸が学業優先であるため他のアイドルのように頻繁にテレビラジオ、雑誌に登場せず、また所属事務所もママ、ファンクラブのようなものも作っていないので代わりにファンが 映画キャンペーンを手助けしようという企画。応募された歌詞には、有名作曲家がメロディーをつけ、レコード化するところまで予定されていた。最終的に、薬師丸の同級生役で共演していた、柳沢慎吾、三石健、岡達也による、氷炭三十師という、即席のトリオが作られ、彼らが歌う、センセーショナルヒロコというレコードがリリースされた。映画公開当時には、 この3人が出演している PV 映像も制作され、映画本編の上映前にはスクリーンでも流された。薬師丸がメディアへ出られない分をカバーする戦術だったと宣伝を担当した東映の福永国明は話している。1981年11月29日に新宿アルタ前で行われたイベントヒロコデデートにはファン1万5000人が集まり、 映画宣伝イベントの動員記録となった。新宿アルタ開説以来の大人数に、機動隊も出動し、東映宣伝部は、新宿警察署から厳しく絞られることになった。映画公開当時、角川書店から出版されていた赤川次郎の本は、文庫が本作と、シトバラ単行本が、寂しがり屋の死体、悪災に捧げるレクイエムの、 計4冊しかなく大規模なブックフェアはできなかった。中川うかいは角川映画のビジネスモデルが文庫本を売るための映画作りから専属女優とそのファンのための映画作りに本作から移行したと分析している。セーラー服と機関銃の宣伝費は7500万円。映画とは別に角川書店は赤川次郎のセーラー服と 機関銃などの書籍に対して宣伝費3億円をかけ、都合、映画の制作費1億5000万円の2倍の宣伝費が投入された。当時は、シネマコンプレックスが存在しなかったので、東映配給のセーラー服と機関銃の予告編は、東映系の映画館でしか流せなかった。しかし、角川書店の書籍の CM であれば、東方系や小竹系の映画館でも、 セーラー服と機関銃の宣伝を行うことができた。東映の劇場監視は薬剤映画に慣れていたので、少女が主役のこんな映画に人が来るのか、会議的だった。ところが、前売り券が売れに売れて、公開2日前には、品切れになる劇場が続出した。風切り当初、東映宣伝部は5週間で、配給収入12億円と予想したが、 それさえ大風呂式と思われていた。最終的に東映の歴代記録となる配給収入23億円を達成した。岡田主芸ル東映社長は1982年2月のインタビューで率直に言って配収12億円上がったら大成功と考えていた。営業部は早くから10億円は来るでしょうと言っていた。 風切り間近に前売りに火がついたものだから12億円は硬いですよと言い始めたが、そんな程度だった。東方松岡餌尾社長なども、この種のアイドル映画には10億の大きな壁があると言っておられ、ああそうだろうなと思ってたんですが、まあこれが19億円いっちゃったんだからねえと述べている。セーラー服と機関銃の公開二日目、大阪、梅田東映他での舞台挨拶を予定していたが、 徹夜組を含めた約8000人のファンが上映参観に殺到したため、放水車を伴う機動隊まで出動し、舞台挨拶も上映も中止となった。その騒動は、翌日のスポーツ新聞のみならず、一般新聞の社会面トップ記事にもなった。朝日新聞の一面には、機動隊と機関銃という見出しの記事が載った。舞台挨拶を見られなかったファンは薬師丸を追って、 大阪空港へ殺到し、空港もパニックになる。空港を回避し、新大阪駅に向かったが、そこにもファンがいて、結局、名古屋までタクシー移動し、東京に戻った。その後、薬師丸が大阪を訪問するには、何年かの間、警察の許可が必要だった。映画館は、現実満員ご礼が続き。現在のような完全入れ替え制ではなかったためもあり。 席が開かずに、立ち見客が溢れ、スクリーンの目の前に体育座りをして見ている、人までいるという光景だった。また別の記事では1982年1月7日の銀座の映画館は、扉が閉まらないほどの満員で壁に寄りかかる隙間さえ、なく、縦通路の床には2列渋滞で座り込んでいる、観客もいる、始末、観客は、中高生が大半で、男女比は、 半々ぐらいだったと紹介されている。劇場挨拶のなかった映画館でもパンフレットを買い求める客が非常に多かった。各劇場の在庫がなくなり、後日映画館に来てもらい、領収書とパンフレットを交換するという苦肉の策も取った。地方の劇場で1000冊以上売れた劇場が何巻も存在した。長崎市の中学校長会生徒指導部会は、 女子高生がヤクザの組条を継ぐという内容が教育上好ましくないという理由で中学生の映画鑑賞を禁止した。中学生からの映画前売り券の返却が相次いだため同志の映画工業組合は校長会に抗議文を送るとともにある劇場は中学生も観覧できますと書かれた看板を掲げた。因縁の東方の正月映画グッドラックラブとの対決は 普通の高校生が、売りの薬師丸が、ジャニーズの超人気者を打ちまかす結果になった。プロデューサーのイジイチは、オーナーの多賀秀則と共に、ドアが閉まらないほどの満員の劇場を訪れた。これまで映画を作っても、観客の存在を実感することはなかったけれど、本当に、自分たちの映画に観客がいることを、初めて実感した。死者を見た原作者の赤川二郎は、 アイドル映画のはずなのに、薬師丸ひろ子の顔も判別できない、ロングショットの撮影やカットが少ない長な回しといった、実験的な映画内容に驚かされた。相馬井監督は、魚眼レンズや、ズームレンズを実験的に使ったが、やりすぎだったと反省している。当時、東映の宣伝担当だった、遠藤茂之は、意外性のあるタイトル、ヒットメーカーである、赤川次郎の原作。 相馬映画のクオリティに加え、主演の薬師丸本人が主題歌を歌ったことが、映画ヒットの要因と分析している。岡田茂芸東映社長は、角川商法の文庫、映画、レコード3位一体戦法の見事な勝利だった。薬師丸博子のレコードで最後にグンと伸ばしたの、これが効いたわね、などと述べている。本作の成功を受け、1982年2月の時点で、 岡田が1983年の正月映画に、汚れた英雄と伊賀忍法町の日本盾の制作を角川に任せることに決めた。映画評論家の蔵藤達也によれば、セーラー服と機関銃は薬師丸を一役日本映画界を代表する青春スターにしただけでなく、対策路線からプログラムピクチャー路線に舵を切った角川映画の救世主となった。 1983年1月3日には TBS の月曜ロードショーで新春1回目として t v 初放送され、その半年後の9月26日には同局同枠月曜ロードショーで再放送された。日本郵便が2006年10月10日に発行した特殊切手日本映画2は代表的な日本映画10作品を選定しているが、その一本に セーラー服と機関銃が選ばれた。相米作品の大きな特徴である長回しの手法が多用された結果、撮影時間が膨大になってしまったと言われ、1981年12月19日に公開された版は、日本縦の関係で13シーンをカットしていた。その中に、 薬師丸がヤクザの大家分の家に乗り込んで怪しげなくすり入りの酒を飲まされ交換されそうになるシーンなどがあり雑誌に載ったシナリオを読んだファンが気づきなぜカットしたのか早く完全な形でもう一度上映してほしいという熱望が投映に殺到休業中の薬師丸をファンが我慢できないだろうと目をつけた投映がノーカット版を夏休み向けに公開することを決め 最初の版が公開されてから約半年後、1982年7月10日にカットされたシーンを付け加え、完璧版と称した長尺版が TCC 系で公開された。薬師丸も体当たりで演技したシーンだったため、このシーンの復活を喜んだ。完璧版公開の際には、薬師丸が野生の証明で映画デビューした直後、TBS 系で放送された。 薬師丸出演ドラマ、予想位の街が閉営されている。新宿東映ホール1だけで、前売り券が6000枚以上出て、他の劇場から引き合いが来た。なお、完璧版の公開初日には、大学受験のために芸能活動を控えていた薬師丸が、新宿東映会館に姿を見せ、報道陣のインタビューを受けるというハプニングもあった。2018年2月、 公開当時のカラーに復元したセーラー服と機関銃完璧版、再タ,タイミング版が東京国立近代美術館フィルムセンターで上映される。銅像地蔵、菩薩座像1982年に発売されたビデオソフトは当時17,800円という効果だったが業界初の1万本声を達成しビデオパッケージの普及とビデオソフト産業の確立に 多大なる貢献と評価された。2012年に角川映画ブルーレイコレクションの一作品として BD 化。2014年には 4K スキャニング BD が発売された。薬師丸広子、セーラー服と機関銃オリジナルサウンドトラック薬師丸広子、セーラー服と機関銃オリジナルサウンドトラックセーラー服と機関銃オリジナルサウンドトラック 永遠のサントラベストモア999ありがとうございます。